カウアン・オカモト氏、デビ夫人に反論、勇気を振り絞って言っても、あなたのような人に否定される、に寄せられる指示。7月18日、自身のツイッターで突如、小ジャニー・北川氏による性加害問題に言及し、波紋を読んだタレントのデビ夫人。デビ夫人は7月13日に、国連人権理事会のビジネスと人権。 作業部会の専門家が7月下旬に来日し、ジャニー氏の性加害を訴えるジャニーズ事務所の元所属タレントについて、聞き取り調査を行う予定であることを受けて、全く腑に落ちない、と問題提起。私はジャニー氏をよく知っている。事務所の子を我が子のように愛しく大切に可愛がり、ワゴンにたくさんのお弁当を乗せて自ら各楽屋に配っていた。 と生前の姿を語り、ジャニー氏が亡くなってから我も我もと被害を訴える人が出てきた。死人に無知打ちではないか。本当に嫌な思いをしたのなら、その時なぜすぐに訴えない。代わって、ジュリー氏が謝罪も済ませているのに、これ以上何を望むのか。と、球段これらのツイートに対して、 ネット上では被害者に対する想像力が欠如しているなどと批判が集まっていた。そうした中、被害者の一人として今回の騒動の発端となった勇気ある告発を行った元ジャニーズ JR のカウアン・オカモト氏が7月19日に自身のツイッターでデビ夫人に反論。夫人の発言を引用リツイートする形で次のように自身の思いを綴った。 様々な観点からお怒りだと思いますし僕に対して言っていないかもしれません。が一つ言いたいのはジャニーさんもよくデビさんのことを口にしていました。よく家にはデビさんから贈り物も届いてました。昔からの深い友人だとも聞いていました。ジャニーさんの功績が全部消えるわけではありません。 ただいくら愛していてもまだ性について何も理解できていない子供に対して性的な行為を行うのは極めて卑怯です。その出来事は簡単に打ち明けられるものではありません。もし勇気を振り絞っていったとしてもあなたのような人に否定されるからです。一生言えなくて苦しむ人がほとんどです。ちゃんと一個ずつ気持ちを整理してから発言してくれると嬉しいです。 このカウアン氏のツイートに対して、リプランには、カウアンさんよく勇気を持って告発してくれました。全面的に支持します。性暴力は魂の殺人です。しかも幼い子供たちに対してなど許されるわけありません。業界での功績など次元の違う話。そんなことが面積の理由になるわけがありません。と。 カウアン氏の声を支持する声が溢れたほか、デビ夫人のジャン・コクトーがジャン・マレーを愛したように、そのような特別な世界、関係性というものはある。ジャニー氏は半世紀にわたって日本の芸能界を牽引し、スターを育て、その非凡な才覚で何億何千万という人々を楽しませ、夢中にさせてきた。 昨今の流れは偉大なジャニー氏の異例に対する冒涜、日本の恥である、との発言を引き合いに、例に出されたジャン国党とジャンマレーは成人男性同士の了解した関係ですから比較するのがおかしいです。また、性被害一般について、児童虐待について、あまりに無知です。などの声も複数寄せられた。 さらに、その極端な発言が、たびたび物議を醸す東京新聞社会部の記者、もちづき氏も、デヴィ夫人のツイートを引用し、デヴィ夫人は山下達郎氏、同様少なくとも19歳から子供への性加害を繰り返していたことが被害者たちの告発で明らかになっている中で、なお北川氏を擁護する発言をすることがいかに声を上げた被害者を傷つけているのか理解しているのだろうか。 怒りしかない。と、怒りのツイートで、カウアン支持のスタンスを見せた。著名人の誰かが何かをつぶやくたびに話題となる、ジャニー氏による性加害問題。いかに国民にとって重大な関心事になっているかの裏返しだろう。